ネイサン・カール・クレスは、アメリカの俳優、声優、モデル、ディレクター、監督。ニコロ・デオンのシットコム、アイ・カーリーのフレディベンソン役で知られる。カリフォルニア州グレンデールに生まれる。二人の兄がおり、共に小ビジネスに携わっている。四歳の時に、俳優業を始めた。その後、広告モデルや声優として活躍する。 6歳の時に小学校へ通うため俳優業を一時休業した。しかし、11歳の時に学校の演劇の裸の王様で主役を演じた。これをきっかけに俳優業への復帰を決意し、5年生で学校を辞めホームスクーリングに切り替えた。2005年4月に人生初テレビ出演となるジミー・キンメル・ライブに出演した。その後はドクターハウスや FBI 失踪者を得といったシリアスなドラマからディズニーチャンネルのスイートライフといったコメディドラマなど様々なドラマにゲスト出演した2006年2月にはニコロデオンのドレーク助手に出演この番組では後にアイカーリーで共演することになるミランダ・コスグローブ演じるメガンの誕生日パーティーに出席するオタク少年トプリンを演じた撮影中に 制作総指揮を務めていたダンシュナイダーとの出会いが、きっかけで、アイカーリーに、フレディ役での出演につながる。14歳に、誕生日の数日後、フレディ役のオーディションに呼ばれた。数回のオーディションの後、ミランダ・コスグローブとジェネット・マッカーディと共に、撮影オーディションを行い、数日後、正式に、フレディ役に決まった。番組は2007年の秋に初演する予定だったが、それまでに、 ドレイクジョシュの彼が出演するシーンのカットが決まった。これは役柄も似ていたこともあり、幼いニコロデオンの視聴者が混乱することを避けるためである。2007年9月にアイカーリーはスタートするとともに、すぐに人気番組となった。番組はニコロデオンの作品で最も10代に視聴された番組であり、クレスも彼らの間で人気者となった。彼の演技は、 おカワとバラエティッシュの評論家に評された。2014年にニコロデオンのシットコムヘンリー・デンジャーでディレクターを務めた。クレスは2011年2月に高校を卒業し、父の母校でもある UCLA への進学を希望した。アイ・カーリーの撮影中はコスグローブやマッカーリーと共に家庭教師に勉強を教えてもらい、週末はホームスクーリングで勉強していた。 ロード・オブ・ザ・リングシリーズのファンである。また趣味は、週末にサッカー、テニスをすること、サバイバルゲームや TV ゲームである。彼は、ピュリティリングをつけている。経験な福音主義であり、若いファンの素晴らしい、お手本になる責任を感じていると本人は語っている。2015年5月に、インク・ザ・ストームで共演した女優ロンドン・エリース・スムーアと、婚約。 自身のインスタグラムにプロポーズをする写真を投稿し、話題となった。同年11月にムーアと結婚した。結婚式には、アイカーリーで共演したコスグローブ、マッカーディ、ジェリートレーナーも出席した。2017年12月には、スマロンドンとの間に第一子となるジョジが誕生した。ありがとうございます。